お久しぶりです。今回はシトラを使って 3GX の使い方を紹介していきたいと思います。なんか気づかない間にアップデートで追加されてました。私自身 3GX について詳しくないので、あまりいい説明ができないと思いますが、あしからず。というわけでやり方を紹介していきます。まずシトラを開いて、設定に行きます。エミュレーションを押し、下にある設定をクリック。そしたらシステム英機。Enable 3GX プラジンローダーにチェックを入れてください。これでシトラの設定は終わりです。次は 3GX の入れ方について解説していきます。Windows ボタンと R を押し、左下にウィンドウを出します。概要欄に貼ってあるアップデートなんとかをコピーして貼り付けてください。そしたら OK をクリックします。そしたら Explorer が開かれるので、画面のようにラマというフォルダを作ってください。次にラマというフォルダを開き、その中に先ほどと同じように、プラジンズという名前のフォルダを作ってください。そしたらタイトル ID と同じフォルダを作ります。タイトル ID の調べ方はシトラでゲームを右クリック、プロパティーズをクリックすると出てきます。そのタイトル ID と同じフォルダに、対応したゲームの 3GX を入れて使ってください。今回使用した 3GX は、概要欄に貼っておきます。今回私が使う 3GX にはチートは入っていないので、チートコードが入っているテキストを入れる必要があります。スドンクまで戻り、チーツというフォルダを作り、その中にチートをして遊びたいゲームのタイトル ID と同じテキストを、入れます。今回使用しているNFXのチートは配布されているやつです。概要欄に貼っておきますので使いたい方はどうぞ。一瞬青い画面が出たら成功です。本当にできているのか心配な方は、上の画面の、右下に表示が出てきますので、それで判断してください。今回私が使っているやつは、セレクトでメニューが出ます。以上で、やり方の説明は終わりです。使えない 3GX もありますので、使えない場合は実機で遊んでください。オンラインで使えるのかは不明ですが、他人に迷惑をかけないように利用してください。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画投稿はあまりしてないですが、たまに配信をしています。良ければ来てもらえれば嬉しいです。あと、こういうのやり方教えてほしいとかあれば、自分のわかる範囲で多分教えると思うので、コメントお願いします。ではでは。